カズせーのヘンテコリーズということで、そう久しぶりのね、そうカズビリが仕掛けるドッキリとなっております。よいしょ、本日のお題ははいおい、任せんなよお題はそれで来る癖あるのよ、ほんまに任せんなよ、お題は苦手だから今回のお題はいや、俺行くわ桃花誘惑ドッキリ、誘惑ドッキリもうこれドッキリじゃないよ、完璧に落として帰ってきて、でも落としてごめんね、ちょっとその気になっちゃったけどドッキリだよみたいな、ごめんね桃花今日は、まあ、リベンジなんだよね、前回微妙だったよ、そうなんか、いやあれは俺全力の 2% しか出してない、やっぱ初期だからね、初期最初だからこうセーブしとった、そう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 、今日は 30% ぐらいでやっちゃおうかな早く出せよマジで落としてね、うん、これ本気でやんなきゃ意味ないからね、リリが言ったこととりあえず全部やって、カズにはイヤホンつけてもらってリリが違う部屋から指示を出してモモカちゃんを落としていきたいと思います、まあね多分掘れるからいける、そこが心配逆に、え、でもさ教室難しくない、どうだって、あでも俺のフィールド、俺のフィールド、俺の領域、領域展開していこう、領域展開しちゃってください、それではレッツラゴー、緊張する取れなかなか取れなかいいYouTuber 魂、 TikTok 嫌だよ、あ、来た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 、桃花来て、情報人じゃなくて今日桃花可愛くないとか前髪の人やっぱいいねみたいな、ちょっと褒めていこう、どんどん桃花のこと、でも前髪見せてもう一回、でもそっちの方がいい、めっちゃ可愛い、そっちの方がいい、うん、あ流し前髪可愛い、本当大人っぽい、普通に、すがちゃんとのデート企画どうだったの、楽しかったみたいな、俺とのやつどっちが楽しかったみたいな、自然な感じで、ガス君とさ、すがちゃんとでもさ焼肉デートはうまかった、美味しかった、めっちゃ、俺との企画とどっちが楽しい、普通、どっちが楽しい、何その質問、普通に、普通どっちも同じ、正直に言えよ、俺とガースどっちという方が楽しいのって感じいいね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 、いいよいいよいいよ、普通になんでなんでそれ気になるの、気になるのもう分かんない、怖い、決めないけどね、何がガース、ちょっとカズ君のうちは楽しいかって、何つった、何つった、来なくていいって、こっちにガース、いいね、え、何つった、決めなきゃダメって、うん、決めてほしいから聞いてんじゃん、いいねいいね、この覗き込む感じ好きよ、リリ、俺は嫌だ、そんなことない、嫌じゃない、もうこういう時にね、ちょっとね、なんかあんまりボディタッチとかしないやん、でもカズにはね、するの、何の、何、何をしたいの、なんかさっき話聞いてちょっと嫉妬したいな、俺との企画ばっかだったからみたいな、ごめん、ちょっと嫉妬した、いやだ、かわいい、してる、してる、なんか二人で遊びに行ったことないし、今度普通にプライベートで行かないって、じゃあ今度二人で遊ぼうよ、うちに行けよ、いいの、じゃあディズニー行こう、ディズニーに行く、そう、嫌だ、うん、別に行けよ、いつ開いてんの、いつ開いてんの、わかんない、開いてるよ、日にち決めさせて、日にち決めて、日にち決めよう、わかんない、いや、絶対だって流れるじゃんお前、俺と行きたくないの違う違う違う、そんなことない、みんなで行こう、みんなで、いや、二人で行きたい、なんで、いいねいいねいいね、いいよ、二人出して、二人で行きたいじゃん、俺行きたい、ほんと、遊びに、ディズニーに、うん、了解した、ディズニー決定です、そこに嫉妬しないでもらって、攻めていいよ、もう落としにかけていいよ、まず写真、桃花の携帯で写真撮ろうって言って肩組んで写真撮ろうか、それです、勢いでバックハグまで行こうか、頭ポンポン押してからのバックハグ、バックハグ行こうか、写真撮ろう、桃花、え、なんで、
近いよ近いよ。いいのいいの。ない。ある。ちょ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 。絶対スムーズに。言ってる？って言ってるくない？いいねいいねいいね。言ってる言ってる言ってる。もうかもさ、これ普通に撮ってるのすごくない？はっ、なんなん？まあ可愛くなったよね本当に。頭ポンポン行こう。なんか可愛くなったね。照れてる照れてる照れてるって。本当に？うん可愛くなった。可愛くなった。前髪とか可愛いし。ありがとう。もっと可愛く見せてって顎食いしよう。顔見して見せて。普通に可愛い。ありがとう。今ならビジネスじゃなくても付き合えるんだけどどうって。ビジネスカップルやってたよ。うん。なんだろう。何よ。今なら普通にやりたいと思う。いや、ビジネスじゃなくてカメラなしで普通にモモカと付き合いたいって。そうモモカと。モモカは待って、どういうこと。モモカと付き合いたい。え、付き合いたい。わかんないけどモモカのこと好きなの。聞かないで、そんなこと絶対。え、付き合いたい。モモカと付き合える。ん、付き合える。普通にいいよ、そうし。何が言いたいの？え、モモカのこと好きってこと？どういうこと？なんそのいちいち聞く。え、だって怖いもん。なんで？私は問い詰めてもいい？何ですか？何？だから、その、気になるじゃん。いや、わかんない。じゃあちょっとこれが終わってから答えるわって言ってじゃんけんして負けた方が一個聞いてあげるよゲームしよう。一発で勝ってね。じゃあじゃんけんしよう。出た。で、負けた方が出た。負けた方が言うこと聞くでいいよ。なんか嫌な予感しかしないんだけど。じゃあ嫌な予感しよう。バックハグで今後で好きだよでいこう。何出す何出す。いくよ。最初負けじゃけんぽい。負けたってこと、モモカはオッケーってこと？ねえ、ねえ、だってさ、嫌じゃん、だって結構ガチだよ、これ、申し訳ないけど。じゃあさ、俺がじゃんけん勝った時にやりたかったことやっていい？それが答えだからって。そんなこと言い出すか。じゃんけんで勝ったらやろうとしてたことしていい？じゃあ、うちのことに、うちのに答えたらいい？いや、それが答え。10秒目つぶって。10秒目つぶる？もう嫌だ、怖い、それ目つぶればいいの。あ、いいね。なんで立ち上がるの。目つぶれや。つぶってる。目つぶってる。ちょっと、じゃあ俺が用意スタートってさ、目つぶって。いくよ、うん、よー、10秒ね。え、何？超怖いんだけど。どうすんの。俺が好きやってたらどうすんの。好きって、うん、好きって言ったら。ええ、何この意味深な感じ。え、だって今まではさ、好きだって言ったら無理って言うってしっかり言ってたのにさ。え、だってモモカのことが好きってことでしょ。だから何か話したの、してくれたの。わかんない。わかんないって何、さっきから。何？え、好きってことは付き合えるってこと？だから付き合うの。いいよ。お前本当にモモカか。
狼とどういうこと？どういうこと？ねえ、卵が欲しいよ。プラスの時はさ、ミジではさ、聞かないようにしてたのにさ、自分から聞いてるからさ、これ何？イエスかノーだけ答えて。イエスかノーか。普通に友達好き、好きで友達をしてる。悲しんでる。そう、撮影だな。撮影だ。なんて？じゃん。ということで逆の負け大成功。怖かった怖かった、マジでマジで。ねえ待って、おい待って、おいマジ怖かった。今ちょうど私ドッキリ仕掛けられていたんですけど、ちょっと気づいてしまった。逆のドッキリを急遽したいと思います。私が乗り気になって、じゃあ私と付き合うのを言って、デスカノが答えてもらったところで、逆ドッキリ大成功っていうのをやっていきたいと思います。どうするの？これでモモカガチですね。いや、マジで俺ガチで、モモカの心に傷をつけてしまうと思って、どうしようと思って。ちょっとやばいでしょ、そんな。だって、俺されたら泣くよ、そんな。よかった。よかった。お前モモカだ、やっぱ。よかった。ヘンテコリン。いや、どうでしたか、これは。リアルだったらさ、マジ最低のドッキリだよね。俺マジ、命を持って償うしかないのかな。途中思ったんですよ。ちょっと、ワンちゃん、俺のこと好きかもって思った。マジ、バックハグで照れてたのもあれ演技？いや、ガチじゃん。あれガチ、あれガチ照れか。ずっと照れてるよ。ガチで、ガチ照れももかじゃん。乾くなって。じゃあバックハグはちょっとキュンとしたかもしれない。え、初めて言ったくない、こういうの。素直になりましたね。素直が一番。次僕を、次僕をキュンとさせてください。成長しましたね。ニュー姉さんがアイカップがいるし、アイカップが垂れてる、垂れてるおっぱいがいるし、垂れてるおっぱいが。言うなって言うなって。